アンギンアンギンもう一発撮ろうということで2本撮りです。イエイ。はい、場所は引き続き東京都は北区にあります清水坂公園、はい、新幹線も通ってるんですよ、ね、奥にね、新幹線埼京線と新幹線が通ってます、はいはい。でまあ、この季節にしては十分暖かいでしょう。暖かい。カラスも鳴いてるし ね、もう紅葉がちょっと見えてて、はい、なんかいい感じです。何ですかね、私たちあの公園の岩の岩の上に座って喋ってます。はい、そうです。実はいいんですよ、このなんかこう自然の中でね。ですね、はい、はい。ということで、まあ、今回はですね、前回に引き続きたまたま2人とも東京にいて、まあ、これまでのアンギンアンギンこの番組は、まあ、バリにいて、しかもウブドから収録して皆さんにお届けしてたわけなんで、はい、それと比べるとね、東京で2人ともいて撮ってるというのは初めての経験なんで、まあ、ここは逆にこう東京からバリの、自分を振り返ってみて、バリでこそなんかこう影響を受けたんだよみたいな、ともかさんの音楽性の変化、バリとの関わり、ちょっとそれについて探ってみようと思いますが、はい、いかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ウブド音楽談義、アンギンアンギンアンギン。今日はあえてバリではなく、東京で初めてこの番組を撮ってるっていうことなので、はい、じゃあバリがトモカに与えた影響は何なのっていう話がしやすいのかなと思ってですね、そう、なんか音楽の傾向もそうだけど、いろんなこう心理的なところもひっくるめてバリで、まあ、得てるものっていろいろあると思うんだよね、はい、だからそういうなんかちょっと普段ともかさんのライブを聴きに行くような人たちがへーって思うかもしれないんで、そこら辺の心の動きを語っていただこうかなと思います。はい、そもそもいつぐらいから バリは、うん、一番最初は2001年ぐらい、うん、2001年ぐらいから、うん、やっぱり最初ガムランに興味があって行って、うんうんうん、でまあ、それでこうハマっちゃって、うんうん、また次の年も行ってみたいな感じで行き始めて、うん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 、まあきっかけだったけども、うんうん、ね、まあ、それで、うん、まあ、あのプライベートでね、いろいろあって、うんうん、行ったり来たりの生活を始めたのが2012年ぐらいからですね。じゃあ最初その、うん、ガムランから続いてきた、まあ、バリの音楽のイメージとか、うん、まあ、多少なりとも自分がこう興味を持った部分というのは何ですか、うん、そのリズムですか、それとも楽器の編成とか音の響きですか、何ですかね、一番最初は。なんかね、うん、その細かいリテールじゃないんですよ、うんうんうん、やっぱりこうなんかあの感じるものがすごい、そのまあ分かりやすく言っちゃうと、すごいこの原始的な、うん、プリミティブな感じをやっぱり欲しかったんですよね。あのどうしても西洋音楽をずっとやってるから、うんうん、なんかこうそういうセオリーの、ね、中でっていうのがあったんだけど、うん、もっとこう解放された中のものをやりたいなと思ってた時だったけど、うんうん、でもまだ2001年の頃の私は、うんうん、そのライブ活動もやり始めたばっかりの頃だったから、うんうんうん、もう全然手探りだったから、うんうんうん、で曲も全く書けなかったし、おーおーおー、うん、そういう意味で、まあ、バリに出会ったことがきっかけではあって、うん、それで実際に、うん、その2012年ぐらいからこう、うん、行ったり来たりの生活を始めて、うん、そのバリにすごくいる時間が長くなってから、うん、曲がたくさん書けるようになったんですね、うん、まあ、だからそれは、まあ、もちろんバリの恩恵っていうこともあったし、うん、バリからもらったイメージもあるんだけども、うん、まあ、たまたまその自分がやってきたこととのこう、うん、このリンクしたところがそこだったのかもしれないですね。例えばそもそもそのガムランいいなって思う頃よりも前の時点で、うん、例えばいわゆるエスニック音楽とか、うんうん、ワールドミュージックとか、うん、まあ、いろんなそういう、各国や各民族の要素が入ってる、うん、まあ、ね、音楽があるじゃないですか、はいはい、例えばそういうのがとても好きだったよとか、うん、そういうなんかあるんですか、下地というか。もともと割とインドの、ね、音楽とかすごい好きだったし、でそのなんていうの、こうアフリカ系のこうなんか リズムだけの音楽とかも、うんうん、なんか割とそういうの好きだった、もともとは、うん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 、
まあ、去年のね、うんうん、アルバムにも収録してますけど、うんうん、バードソングっていう曲があるんだけど、うん、あれなんかもう本当にあのバリのね、うん、あの鳥の鳴き声からインスピレーションを受けて書いてたりとか、まあ、ほとんど最近の曲は全部そのバリで作曲してるから、うん、例えばね、うん、あのバリで見た風景とか、うんうん、感じた空気とか、うんうん、そういうのをメロディーに乗せてるっていう感じだから、うんうんうん、それはもうバリ様様っていう感じですよね。まあ、あとあのバリ人特有 の、うん、あのティダアパアパ感っていうか、もう何があっても大丈夫じゃないっていうようなね、あのいい加減さっていうか、おおらかさっていうか、まあだいぶ鍛えられましたね。あのさ、はい、あのどうせこれ聞いてる人みんな顔見知りだと思うから言っちゃうんだけどさ、はい、さっき見たフェイスブックでさ、はい、NG さんがさ、はい、NGG さんがさ、はい、あのティダーパパについてさ書いてたのね。私も読みました。ティダーパパを言うのが、はい、言うタイミングとかが、うん、その要するに失敗しちゃった人に対して誰かが問題ないよって言うんじゃなくて、失敗しちゃった本人がね、ティダーパパって言っちゃう、お前が言うかよって思うことがよくあるって書いてあるけど、よくわかるよね。わかる。でさ、なんか最初の頃はイラッとしてたけど、今はそうでもない的な感じで言ったけど、それもよくわかる。よくわかります。もう本当にあの何ですか、何でもそうだけど、うん、まあね、例えば何か修理を頼んでて、うん、今日行くよって言ってたのに、ね、来ないとか、何の連絡もなしに来ないとか、まあもうバリでも何でも思うようにいかないじゃないですか。で こっちが、まあ、何でもないよ大丈夫だよって言うんじゃなくて、うん、自分その来なくなっちゃった側が、まだ気にしないで何でもないからみたいに言っちゃうってでしょ。まあ、そんなことも含め、だいぶ、なんですか、うん、まあ、ティダアパアパ感が、はい、強まりまして、はい、なるほど、わ、うん、かりました、はい、いい加減になったかな、うん、2、3分前から背中の方でギターを弾いてる人がいます。カップルです ね、いいですね、青いギターを弾きながら歌を歌ってます、歌ってますね、いいです ね、この雰囲気、今日はいい場所に来ました ね、いいですね、うん、じゃあちょっとお声かけしてみましょうかね。はい、you
わー、わー That was so wonderful. Oh my word, I'm so happy. いや、しかし驚いたな。本当にコラボしちゃったね。楽しかったね。楽しかった。もうオーストラリアの女性とそれからフィジーから来た男性のカップル、うん、ね、でギターも弾いてくれて、うん、歌も歌ってくれて、
いやまさかここで公演でいきなりコラボが始まるとはね。いやいや私にとっては別にそんなに、ね、うん、あの大したことでもないっていうか何ですか番組冒頭に何だっけあの日本だけでまだ暮らしてた頃は、うん、なんて言ったんだっけその要するに自分の殻じゃないけどスクエアって言って、うん、中にいたけど、うん、まあ、バリ島に行くようになった自分はもっとなんていうのやっぱり柔軟になったのかな。そうですね、まあさ、だってバリにいたらさ、うん、私たちなんて、うん、もう本当にただの一外国人でしょ。そうだね、お客さんって感じだね、うん、お客さんっていう形もあるし、うんうん、でほら、まあ私の場合はこう、オーボエが一緒にいないとただの人だから、うんうん、まあオーボエがあることによって私はこう、自分の存在価値があると思うんだけど。なるほど、ほうほう、うん、で、まあさ、なんかね、いろんなところでこうセッションとかあったりとかすると、うん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 、やっぱりこう、一緒に音楽すると、もうそこだけで、うん、もう言葉とかそんなに通じなくても、うん、イエーイって感じでなる、うんうん、今もまさにそんな感じだったしね。そうだよね、うん、だって外国人のカップルいるなと思ったら、うん、そのカップルもまた違う国籍の人だったしね。で、まあこう、何でもそうですけどこうハプンすることっていうか、うんうん、なんか起こることって成り行きじゃないですか、うんうんうん、ね、だって今日だってここ来て、うんうん、そんな感じでしょ。だって夢にも思わなかったこの公演で収録するっていうのも、うん、もう思いつきだし、うん、そこでまさかね楽器持った人がいてコラボするとは ね、うん、ね、まあ成り行きは楽しいですよね楽しいね楽しいね。じゃあその資格紙面だったかもしれないかつての日本に住んでいた時代から、はい、まあ、柔軟にというか、まあ、成り行きに身を任せることもできるようになった今の友香さんはやっぱり、まあ、バリでの経験もだいぶ関係ある。そうですね、うん、っていうか私もう日本に、うん、住めないかもしれないと最近本当に思ってるわけなんですよね。どうしよう、いやこのままずっと私前に行った方がいいですか、まあはい、行ったり来たりしてください。そうですね、はいはい、行ったり来たり、はい、あと寒いのが嫌なんだよ俺も。もうこの11月の今くらいになるともうね、本当バリが恋しいです。そうそう、だからさ、はい、まあもうあの私、うん、寒くなるからもう来週帰りますから、うんうん、帰りますか、バリに。じゃ あ、 あの今度はバリで撮るか、もしくはまた日本に戻ってきた時に撮るか、それか、はい、まあちょっとスカイプかなんか で、ね、まあ、今のねインターネットの文明の利器を使って、はい、ちょっとあのタイムラグがあるかもしれないけど、うん、まあそういうようなことでまたこのアンギンアンギンを続けていきましょうかね。はい、はい、皆様にも楽しみに聞いていただけたらなというふうに思います。はいはい、今日は非常に変わった企画で、はいはい、東京の公園からそうです、ね、お送りしたアンギンアンギン、はい、いい感じでしたね。そうですね、うん、なんかいい時間でしたね、うん、いい時間でした、はいはい、ということでまた次回までさようなら。はい、さようなら。参拝順番でしょ。参拝順番